こんにちは、東京ジャングルプロデューサーの山際です。ディレクターの片岡です。本日はバンダイナムコスタジオ馬場さんにご意見を伺います。それでは早速行ってみましょうか。本日のゲストはバンダイナムコスタジオの馬場さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。馬場さん、はい、小耳に挟んだんですけど、うん、東京ジャングルのことちょっと知っていただいてて、はい、なんか楽しみにされてるって聞いたんですけど。そうですね、僕ね、去年の4月でしたっけ、ちょっと面白いゲームがリリースされるんだなっていうのを見て、いろいろとね、ワクワクドキドキしながら待っていたんですけど、はい、ね、あれから1年後僕がここでね、はい、実際に先に遊ばせていただくなんて思いもしなかったんで、ぜひ今日はプレイしていてください。じゃあ早速なんですけど、はい、サバイバルモードというものを、はい、今日は遊んでいただきます。はい、音もつけてマルチプレイをぜひ。はい、馬場さんに選んでほしい動物が1個あって。ああ、いいっすよ。何ですか。左の馬、サラブレッド。あ、サラブレッドですか。これ丸ボタンで草食動物。これ右の白いやつが俺いいと思うんですよ。これなんか振りですよね、完全に。で、僕がちょっと野獣で音するので。そうですよね、はい、せっかくなんで、ちょっとおしゃれしたくないですか。したいですね。さりげなく女子高生の服っていうのが、ね、あ、それもいいですよ。ちょっと気になります。ちょっと見ていいですか。はい、一瞬だけ。全然大丈夫です。一瞬だけね。ほら、あ、かわいい。上で女子高生のスカート。あ、そうですね、そう。あ、いいですね、かわいいですね。これなんですか、これ楽しそうですね、作ってて。で、×ボタンで次足をちょっと選択していただいて、はいはい、ここに上でソックス付きローファーっていうのがあるんで、ほらこれ、来たこれ。ちょっと僕も開発に入れてもらいたい。いくらでもアイデア出します。いやいやいや、なんでしょうね。お守りしないと。これ僕オスですよね。はい、オスです。大丈夫ですよね。大丈夫です、大丈夫です。僕に構わず猛ダッシュで脚力全開で行ってみて。馬すごい速いんですよ。はい、おお、いいっすね。右側に草があるんで、はい、もうちょっとあのお供のライオン。ああ、だったね。これがリンゴですか。はい、はい、あ、王子ランクアップしましたよ。今呼んでましたね。いやいやいや、今の、はい、周りの皆さんはそうってだけで、僕は全くそう思ってません。誤解ないように、はいはい、プロデュースされるときに一番気をつけてるというか、例えばこのタイトルだと動物出すとか遊んでみたいな感じですよ。例えば僕だったら、各動物、まあ、公開できる動物も限られてると思うんですけど、はい、動物前にもう PV 用意して、こいつは攻撃こんな特徴があるんだよとか、なんか見せてあげるのも一つ手かなーって。それがどっちだろう。 あれいいメスですね。でどっちがメスなのかよく分かんないですけど、ちょっとただメスですね。ちょっと注意しなきゃいけないのは、僕の注意しないで、豆知識によると、はい、何か映されるっていうことがあるらしいんですよね。そういうのはやっぱりごめんこうむりたいんで、そういう見極めはないんですか。彼女は大丈夫です。清潔な、ね、素晴らしい。じゃあここの根わらで、僕ここに いますので。それはまずいっすよね。いやいや大丈夫です。寝ますんで。大丈夫です。いやいやいや、交尾お願いします。あ、じゃあちょっと気持ちこう草むら。はい、それでじゃあ、はい、じゃあちょっと、はい、はい、しるっと見てるんで、よろしくお願いします。ラブタイムをちょっとね、はい、あ、やばいっす、ダメっすね。これよくの皆さんのカットですね、ここね。このゲーム触ってみて、うん、バカゲーですか。ぶっちゃけ言うとバカ系ではないんですよ。ですよね。あのね、はい、真面目に作ってるんですよ。そうなんですよ。っていうことを僕はちょっと今回皆様にお伝えしたい。楽しく作ってるなっていうのがすごく感じたんですよ。で、僕もよく言うんですけど、楽しく作らないといいゲームできないんですよ。だって作り手の僕らが楽しくなかったら、ね、いいゲームなんてできないじゃないですか。はい、それと一緒で、やっぱり皆さんすごく楽しみながら作ってるなっていうのがあって、だから僕も混ぜてほしいなってちょっと思ってたんですよ。がっちりこう腰を据えて、さあじっくりやるぞって、僕らが例えば作ってる RPG のゲーム性とはちょっと違って、はい、こう気軽な感じで遊べる、なんかこうゲーム性ってところが結構いいんじゃないかなって思いますよね。はい、ありがとうございます。ありますね。カメラの前にどうぞ、はい、お願いします。じゃん。一言、シュールですね。東京ジャングル、すごい、はい、このシュールっていうのは、はい、悪い意味じゃなくて、なんだろう、非現実的な部分を、東京という舞台で、しかも、題材を動物として、表現しているっていうところが、はい、なんか非常に、最近ないゲームの中でちょっと面白い、ゲーム性のタイトルだなっていうところを感じて、あとパメラニアンがね、東京の中でポチッといる絵がありましたよね。はい、
あれが非常になんかね、うわ助けに行かなきゃってこう思うような、なんかこう切ない気持ちになる、あの絵は印象に見たときに残りましたね。ありがとうございます。はい、本日のゲストはバンダイナムコスタジオの馬場さんでした。今日はありがとうございました。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 ありがとうございます。楽しかったです。